海を渡られますか、ラオ様。いや、俺にはまだこの国でやり残したことがある。一つ聞いておきたい。アニジャは達者か。今あの国を支配している悪。あの国にて男と生まれた者は皆修羅となる定め。その末路は魔と化すか、ボロとなり果てるか。そしてその掟にあだなす者は全て抹殺されるのです。女や子供でさえ剣王様の兄海王の手によって。誰も止められなかったのか、兄の悲しみを。恐れながら、あなたが去った後、あの国の荒廃は進む。ラオ様、あの国を救えるのはあなたお一人。シャチとか言ったな。強くなれ。男なら強くな。戦場は敵の勢力下です。聖帝軍は拠点を構えて我らを迎え撃つ。くだらん。さっさと撃ち砕け。知らぬバカどもが。
Thank you.
恐怖を求めているのか。ちょうどいい機会だ。せいぜい今のうちに生きがるがいい。サウザーの体の謎もまだ解けておりません。ご神殿、あの体の謎、お気をつけください。わかったぞ、ラオ。貴様がなぜ小僧をなんと十人組手に放り込んだのか。貴様は恐怖による覇権を目指そうとしている。だが、恐怖で人を縛るのは難しい。貴様はあの組手でケンシロウの才を見極めようとした。そして、己の後を託すに足る人物と見た。うるわしき兄弟の情か。笑わせる。剣王を名乗る貴様がこれほど甘い男だったとは。サウザー、ならば問おう。ウヌは何故覇者を目指す。この世から北斗神拳と貴様が小僧に抱くような情愛を消すためよ。情は全ての人間を狂わす。愛は全ての人間を惑わす。貴様を倒し、あの小僧を倒せば、情愛なき何との天下が誕生する。サウザー、俺は貴様とよく似た男を知っている。世から全ての情愛を抹消しようとした男を。そしてその男は今破滅に向かっている。